数奇な運命を持つグラーフ・ツェッペリン級空母の一隻。浸水することなく建造中止された航空母艦 B とは私のこと。ペーター・シトラッサーという名は航空母艦 B よりずっと耳障りのいい響きではなくて？かの大戦では建造されなかったグラーフ・ツェッペリン級航空母艦 B ことペーター・シトラッサーはここに。限られている時間に対してやるべきことが山積みと。さっさと本題を始めるわ。今来たのかしら。今日も効率よく職務に励んでなさい。時の流れとともに時計の針を進めていく人の発想、面白いと思わない？計画を緻密にすれば選択をためらったり時間を浪費することもなくなるわ。 K も試してみてはどうかしら。ハインリヒ、訓練計画の書類ならここよ。次は忘れるでないわ。タスクが予定通り次々とこなされていく様子、見ていて愉快だわ。何？休憩時間はまだよ。K の効率を上げられるというのなら、時間の無駄ではなかろう。新しい任務よ。がむしゃらに首を突っ込むことより、計画を立てることに時間を使いなさい。任務の報酬、かけた時間相応で嬉しいわ。K へのメールよ。早めに確認しておきなさい。精密な機械ほど時間をかけた整備が欠かせないわ。人間ならなおさらよ。休憩忘れないように。委託が完了したわ。ええ、 K の部下にしては効率がいいと褒めてやるわ。強化完了よ。ええ、有意義な時間を過ごさせてもらったわ。この一手を試させてもらうわ。ふっ、思ったより早く片付いたじゃない。時間を費やすなら勇ましく挑んで砕けるより、砕けないように反省する方がマシよ。時は満ちた。くっ、この程度は手の内よ。世界を滅ぼすより目の前の敵を滅ぼすのが先よ。突っ走るんじゃないわよ。こら！お手柔らかにね。じっとしていなさい。K は私の時間を費やすに値しないわ。時間は貴重なものよ。用事は簡潔に述べなさい。K の寝室の時計、2分遅れていたわね。
ああ、案ずることはない。すでに私が修理しておいた。もはや時計の時刻がずれているなんて言い訳はさせないわ。一人の人間に心血を注ぐのは時間の浪費よ。ふさわしい見返りを得られない限りは。ケイもそう思わないかしら。私がかけた時間のバランスを取れるよう、ケイが見返りをしてくれると。面白いじゃない。ひとまずケイの言い分を認めてやるわ。かけた時間を無意にしないための儀式。そうね。Kにこれほど言われたからには、誓いの印として。もらうとするわ。お互い時間をかけて感情をいくらでもぶつけてくつもりだから。仕事に励みなさい。 K の時間も私の時間も無駄にするんじゃないわ。Kの熟考を邪魔するつもりはないが、時間には気を使いなさい。そう、次の予定まで1分切っているわ。戦う時の影、まるで獣ね。好きよ、その姿も。グラーフ・ツェッペリンだけでなく、私もKの味方よ。そうでなければこの私の大事な時間をKのために使わせるとでも思って。ええ、私もKのこの行いで高揚しているわ。オイゲンが言うには、この格好が獣王の信念の清掃だそうね。まあ意外といい感じだわ。確かこういう時は明けましておめでとうというのかしら。非番の日も励んでいるじゃない。褒めてやるわ。時間の砂が積み重なって山となり、時の流れはやがて歴史となる。まったく面白いわ。魔女ね、私の方を見なさい。そいつには K の視線も時間も奪わせないわよ。オイゲン、ハインリヒ、はしゃぐ。いや、からかうのもほどほどにした方がいいわよ。グラーフ・ツェッペリン、獣王の神社とやらを見学してはどう？神を拝まずとも、おみくじも面白そうよ。計画は祝日のことも織り込み済みよ。Kも少し休んでいて構わないわ。Kはこの程度でもう抑えきれないとでも言うのかしら。振り返りを私に任せて休んでなさい。
ここからは K の出る幕なんてないわ。委託が完了したわ。出迎えは任せなさい。 K の時間を使わせるまでもないわ。K は分かっているんでしょうね。ドレスに着替えるがために私の貴重な時間をこんなに費やした意味を。その帳消しに K の時間をたっぷりいただくとするわよ。今夜は K がエスコートして、さ、早く手を取りなさい。暇なら本を読みなさい。過去の時間に刻まれた記憶を読み取って体験するのは、時間を手に入れたのと同じよ。魔女ね。私の本を見なさい。そいつには K の視線も時間も奪わせないわよ。フィーゼちゃん、ゼッペリンならあっちよ。微笑ましいわね。K もそう思わない？飲み物を取ってくるわ。見栄を張るのでないわ。K は挨拶をするのが先でしょうに。はぁ、パーティーでビールを飲むのは、やっぱり変なのかしら。いかにも K らしいわね。新しい任務のようね。全速力で片付けてきなさい。この報酬、費やした時間と比べたら嬉しいでしょ？少し癒しが欲しいって？そうね。膝を貸す？それとも胸を貸した方がいいのかしら？委託が完了したようね。ハインリヒのやつに出迎えさせたわ。あいつ、こういう場所にじっとさせた方がおかしいし。始めよう、我らの殲滅を。時間は流れるわ。K の敗北が刻まれても。かけた時間を無意にしないための儀式。そうね。K にこれほど言われたからには、誓いの印としてもらうとするわ。お互い時間をかけて感情をいくらでもぶつけてくつもりだから。